はいどうも、水面みたんぼです。今日はですね、呪術廻戦マン2チョコということで、これをね開封していきたいと思います。ドンキホーテでね、なんかねすんごいもう賞味期限間近ということで、めちゃくちゃなんか安く出てたんで、それを、30個買ってきました。全24種なんでですね、はい、なんで、30個もあれば全部コンプリートできるんじゃないかなと思って、はい、30個だけ買ってきました。で、最近、1期と2期、それから呪術廻戦のゼロかなの劇場版を全部見まして、結構面白かったですね、はい、ということで、ちょうどね、2期、先日見終わったばっかりで、これはねタイムリーですね、僕の中で、はい、ということでね、これをね全部開けてコンプリートできるかちょっとやってみたいと思いますね。はい、これ板取雄二ですね、はい、で五条悟、もうあれ呪術廻戦知らない人でもさ、もう五条悟の名前はさめっちゃ聞いてると思うんだよねそれだけ有名ですよね。で、まあまあ、2期の始めにね、なんか、ちょっとね、時を戻してストーリーが始まるんですけども、これが若い時の五条悟と、あと、ゲトウですね。はい。開けてみましょうかね、じゃあ、ということで。さあ、びっくりマン、めちゃくちゃ久しぶりなんだけど、開けます。じゃじゃーん。都立呪術、はい、あごめんなさい、見えてなかった、はい、これ灰原優、都立、見えるかな、ちょっと見えにくいね。都立呪術高専の1年生、素直で明るく、あまり物事を書く考えない性格、人の良いところだけ見て誰のことも尊敬していると。七海と同級生で人が好き、米が好きとかね、と休憩室みたいなところでね、なんか語るシーンがね結構印象的ですね、はい、っていうか、まあ、そこぐらいしかあんまり出ないと思うんだけど、はい、貝原優が出ましたね。はい、ちょこちょこと積み重ねていきますね。次々に開けていきましょう。はい、次、ダダーン、ほいダーン、おお、五条悟、早速出たわ、五条悟、はい、五条悟出ました。はい、ナンバー15、呪術高専東京校で虎杖伏黒釘崎らを指導する担任教師であり、自他ともに認める現代最強の特級術師、4人しかいないらしいんですよ、特級術師のうちの1人というか、まあ最強、はい、超最強キャラですね。僕はアニメの2まで、2期までしか見てない、原作全く見てないんで、この、アニメの2期の終わりからどうなってるかっていうのは全然知らないんですよね。はい、ということであんまり知識ないんですけど、ドン、お、すげえ、五条悟、ヘッドロココ、コラボ、ビックリマンコラボですね、まさに。五条悟と、はい、ヘトロココ、若い時の五条悟かな。都立呪術高専2年生だったお気楽水着姿の五条とお揃いのヘトロココがお気楽コラボ、メモリアルスペシャルシール認定ということで、シークレット1ですね、シークレット1が出ました。よっしゃ、いいね、いいよ、幸先いいよ。はい、次々に上げていきましょう。さあ、やっぱ五条悟人気だな、特級術師、あれ、あら、あ、違う五条悟だ、はい、違う五条悟でした、違う五条悟が出たね、違うというか、はい、高校生の頃の五条悟が出ました。ナンバー1ですね、はい、都立呪術高専2年生、呪術界の御三家、五条家の血筋で
無加減術師の使い手、正論を嫌い、軽薄に振る舞うマイペースな性格ということで、はい、御三家ですね。御三家、五条と鴨、はい、それから何だったっけ、マキさんのとこ、よし、はいはい、次々開けていきましょう。うわ、30個めっちゃあるな。これのんびり開けてたら日が暮れちゃうな。うわ、お菓子崩れてるし。おっと、はい、出ました、ゲットをすぐるとセントフェニックス出ました。はい、セントフェニックスとコラボしてるのはこの頃のゲトウがまだいいやつだった頃ですね。あ、これネタバレになるのかな、あ、 なんねえよなだってもういきなり最初からあのね、呪い側で出てるもんね。もうね、ストーリーからするとこれシークレット2番ですね。はい、呪術高専時代のゲトウが沖縄で見せた激レアなアロハ姿、呪術界の未来に切れた愛を託すセントフェニックスと極楽南国コラボ誕生ということで、はい、シークレット2番が出ました。おし、これいいね、全然被ってないよ今のとこ、1枚も被ってない、いいよいいよ、いいですね、粉がすげえわ。はい、次々上げていきましょう。はい、リリ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 でん、お、出ましたよ、長宗ですね。はい、弟2人ね、ああなっちゃってめっちゃキレてた人ですね。はい、いた通りめっちゃ恨んでる人ですね。はい、はい、呪術高専に保管されていた特級呪物、呪体育僧図の一番が受肉し誕生した人間と呪いの根血児、クソーズ三兄弟の長男。まあね、生まれるはずではなかった人間みたいな感じですかね。このね、呪いというものがあったから生まれてきたみたいな感じなのかな。うん、19番、なかなかいいですよこれ。まだ全然マジで被ってねえわ、すげえ。はいはい、行きましょう、次々にね、ダーン、でででででで、ドーン、おー、来ました来ました。はいはいはい、全員マキさん、御三家ですね。はい、全員家出ましたよ、かわいい、ちょっと暗いけど全体的にいつもなんか若干、あ、やっぱね、落ちこぼれってね言われ続けてるんでね、やっぱなんかルックスもどこか暗いですよね。はい、呪術高専東京高校2年生で、4級呪術師、名門全員家の出だがほとんど呪力を持たず生まれる男勝りな性格で反骨精神が強いということで、はい、イエーイ、12番出ましたね。めっちゃ好きこのキャラ、全員巻き、かわいい、超かわいい。お、全然かぶってねえ、マジいいわ。1期2期では結構勝ち気ななんか性格のところばっかりフィーチャーされてるんですけど、あのゼロでね結構なんかあの人間臭いところがいっぱい見れるんで、ゼロのね全員マキさんおすすめですね。はあ、よし、はい、次開けていきますよ。ポン、パンダ出ましたね、パンダ出ました。はい、パンダ、こいつ何者なんてね多分思う人ね結構いっぱいいると思うんですけどね、さらっと見た人なんかね、なんでこのパンダがこう喋ってたりするんだってね、あ、思う人いるかもしれないですけど、パンダなのに都立呪術高専の2年生、準2級の呪術師、感情豊かで面倒見がよく男気にあふれている謎のパンダっていうことなんですけども、あのサングラスのおっさんが作ったんですよねこのパンダをね。はい、まあだから確かまあ呪物からできた人なのかなこのパンダが。もうまあ欠かせないキャラですよね、めちゃくちゃ登場するパンダ、ゼロでもねいっぱい出てきますね。まあほぼ大活躍というかね、はい、ゴリラ回戦って呼ばれてるこのね呪術回戦作品なんですけど、
それを象徴するようなパンダくんです。はい、次、はい、開けていきましょう。ダダ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 ダン。そろそろかぶりそうだけどね、かぶんないね。はい、黒い美里さんが出ました。はい、黒い美里さんね、この人もね、あのなんかちょっと物悲しいキャラクターですよね。はい、聖書隊、天内理子の世話係。まあ、この話はちょっと面白いですね。僕はね、結構好きでしたね、この天内理子の話ね。聖書隊と呼ばれる理子が幼い頃両親を亡くしていられ、ずっとお世話してきたため、家族のような存在であるということで、はい、このね、聖書隊とね一つになるためにね、宿命を背負って生まれてきたね、天内理子さんのね、それをね世話係をするということで、なかなかまあ重要なキャラクター、あんまり目立ちませんけどね、話もまあそんなにね、あの 1,2 話ぐらいしか多分出てこないと思うけど、結構好きなキャラですね。ラッキー。そろそろ被るでしょう。はい、はい、パンダ被りました。はい、パンダ被った。被ったやつね、別にちょっと分けときましょうかね。はい、次開けていきます。はい、ここから被りが続くかもしれない、そんな気がする。ダン。おお、伏黒めぐみ。おお、いいですね。もう伏黒めぐみ、まあもう好きな人絶対多いですよね、これね。はい、もう最初から出てきますからね。うん、なんか虎杖よりも目立ってねってみたいな。はい、都立呪術高専1年生御三家の一つ全員家の血族で、入学前から2級を認められる天才術師、影を媒介とした術式を使うということで、徳佐の影法術、式神をね操るキャラクターですね。このあの式神すごいね。はあ、宿儺も一目を置くというキャラクターですね。その辺の話がめっちゃ面白い。かぶりませんでした。はい、すごい粉がいっぱい出てるけど、さあ次行きましょう。ボンボン開けていくよ。ドン。おーい、真人出ました。めっちゃ好きこのキャラ。もう好きな人多いだろうな、真人のね。もうほんとあの残酷残酷、もう残酷が、あの服着てるようなね、ほんと残酷、残酷で卑怯で、それを継ぎはぎしてるようなやつですね。はい、人間を起源とする人が人を恐れ憎む負の感情が生んだ特級呪霊、無邪気で好奇心旺盛、自分の能力に興味津々ね。はい、もう特級呪霊ですね。呪い側の人たちが、まあ、みんなね、あのこの人をねリーダーに据え置くという、誕生して間もないっぽいんですけどね、なんかどんどん強くなっていくというキャラです。呪い側の主人公みたいなやつ。はい、はい、行きましょう。別に行くよーん。ダーン。おお、出た。おお、めっちゃ好きなキャラ。はーい、七海賢人。七海賢人出ました。これいいよね、2期のね、2期の終盤の方でね。はい、おー、めっちゃ出てきますね。とまあ1期のさっきの真人とめっちゃね、めっちゃいいバトルをね繰り広げますね、この人が。はい、五条の後輩で脱サラ一級術師冷静沈着で責任感が強く真面目な性格、経験を積みより適性のある呪術師への道へ進むということで、はい、結構作品の中でめっちゃ出てきますね。原作でもまあ好きなんでしょうね、その作者の人が。なんかこうリアリティのあるキャラですよ。もう立
派な成人した大人って感じで並んでると大好きです。もうみんな多分呪術廻戦見たらみんな好きになるはい、行きましょう。カズお投げでいきます。えいどん、あー、ごじょさるじょうどかぶりましたね。ごじょさるかぶりました。これはかぶりましたね、残念ながら。はい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 、おお、すげえ、めっちゃもう溜まってきたよ、やべえやべえ。はい、次いきます。おお、出た、ゲトウスグル出ましたね。はい、出たよゲトウ。はあ、ね、もうしっかりおでこに傷がございますがな、ね、この傷、なんでここに傷があるのかもまあ、見ていただけたらね、わかると思います。はい、呪術師の楽園実現を標榜して、かつて100人以上の一般人を呪殺した最悪の呪詛師、至福の時を経て呪霊と結託し活動を再開ということでね、はい、活動がね一回停止するところもね、一期二期、呪術廻戦ゼロを見ていただくとまあまあ大体わかる。でおすすめはですね、一期見た後に呪術廻戦ゼロを見るのがね、多分これが一番おすすめかなと。多分まあまあ公開順なんでしょうけどね、あ、それが一番おすすめですね。はい、ゲトウスグルめっちゃ好き、このキャラも。やっぱあの呪術廻戦のね、何がいいってね、悪役がねめっちゃかっこいいんですよね。はい、よし、悪役大好き。はい、次に行きますよ。よし、よいしょ、開けちゃいます。ダンドン、あー、五十三の角かぶっちゃいましたね。かぶっちゃいました。よし、かぶっちゃったのはいよいよ開けときましょう。ということで今のところ3枚かぶってるから、あー、もう30個しか買ってないんで、あと6、あ、もうあと3回しか被りが許されてない状況になってるわコンプリートするためには無理だな、こりゃ無理でしょ。まだ半分以上残ってる。はい、行きます、せーの、ドン。おー、被んなかったぞ。はい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 、次、あー、同等出ましたね。すごい、この呪術廻戦のまあ鍵を握る存在ですよね。はい、スクナです。まあ五条悟が最強と言われているのならば、こちらも最強ね、呪い側の最強っていうんすかね。はい、スクナ、1000年以上前に生存し、死後もなお現世を脅かす呪いの王、呪術全盛の時代に、術師が総力を挙げて挑んだが全て敗れたという、めちゃくちゃ強いですね。平安時代からのね、ね、呪い側のこの呪霊なんですかね。呪いの王、呪霊とは言われてないけど、まあ、呪いの王と言われてますね。呪い側の王様。よし、いいよ、スクナもね、まあまあめちゃくちゃ強いですね、スクナ。やばいどうなってんだっていう、これこんなあのめちゃくちゃ強いシーン見せられたら、なんかその後がちょっと物足りなくなんねみたいな感じのね、やばいキャラですけどね。はい、次行きましょう、ドン。あー、ゲトウかぶりましたね。はい、4枚目ね。はい、このね、積み重なってるチョコはね全て召し上がります。まあ、ひょっとしたら人にあげるかもしれない、捨てることはしませんのでね。じゃあ次行きましょう、ドン。あー、かぶった。もうかぶりが許されないゾーンに入りました。はい、すでに 1,2,3,4,5、 はい、5枚かぶってます。5枚かぶってるんで、もうかぶりが許されないゾーンに入りました。はい、もう次がかぶり最後かな、
寒っていいな。次が最後ということで、はい、ドン。あー、もうかぶりましたよ。はい、黒井美里さんで、はい、これでもうコンプリートするには1枚もかぶれないということで、頼むよ頼むよ。よし、いきます。はい、ドン。シークレットやっぱ全然出ないね。1枚しか出ない、2枚しか出ない。せーの、ドン。おー、かぶんなかった。釘崎さん出ましたね。いやー、アニメのね、2期まで見るとね、その、この釘崎さんがね、一体どうなったのかわかんないんですよね。原作読んでないんでわかんないんですけど、もうめっちゃ好きなキャラ。好きなキャラ多いんですけどね。もう、なんかね、可愛らしいしね。なんか、結構やっぱ、その、呪術廻戦に出てくる女の人って、めっちゃ強い、なんか強い人、女の人多いですよね。都立呪術高専1年生、高専に入学すべく上京した高1点、釘と金槌、藁人形などを使用し、呪力攻撃する、数霊呪法の使い手ということで、はい。藁人形とかね、駆使してね、あ、すごいですね。なんか、もう、なんか、その戦い方としてはなんかすごい地味なんだけど、そのキャラクターとしてね、あ、すごくいいですね。なんかあの、出しゃばりすぎることもなく、なんかもうちょうどいい塩梅で出てくる、このキャラクター。釘崎さん。すごい、ね、いいですね。これもう愛される。なんか好き、みんな好きになるキャラ、多分。はい。よし、かぶりませんでした。いいですね。いいですよ。ただ、さあ、ここからもう危険水域に入ってきました。はい。よいしょ。よいしょ。はい、あ、すごい溜まってきた。ダン。あー、かぶってない。七海健人、これは若い頃の七海健人。はい、若い頃七海健人ですね。はい、都立呪術高専の1年生、不愛想で冷静だが責任感のある性格、高専時代から髪型は七三分けだが、この頃は髪を下ろしているということで、はい、あんまりその若い頃のナナミはそんなに目立ってないですね。うん、ちょろっとしかあんまりそんなになんか出てきてないかな、存在感あんまりないかなっていう感じでしたね。やっぱサラリーマン超えてからのが相当インパクト強いわ。でも被りませんでした、よかった。好きなキャラが出て嬉しい。はい、すんごい溜まってきたね。わっさーと、はいはい、パッケージが溜まってきたところで、さあ次、さあもうこれで被ったら、コンプリートはありません。いきます、ドン。おー、とうとう出ました、虎杖。主人公が出てなかったわ。虎杖悠仁出ましたね。はい、いいですよ。はい、もうなんといってもね、彼がいないと。はい、都立呪術高専1年生、人間離れした余力、瞬発力を誇り、特級呪物両面宿儺の指を体内に取り込み、呪術師の道を歩むということでね、はい、受け皿としてね、まあかつてそんな人間はいなかったっていうね、そういう感じのストーリーでしたよね。指をね、宿儺の指をね、体内に取り込むということで、あ、そこからね、どんどんこの彼の運命が変わってってね、ゴリゴリにね、肉弾戦で戦ってねなんでそんな強いんっていうぐらいね、どんどん強くなっていきますけど、嬉しい。出た出た、主人公が出ましたね。でもさすがにシークレット2枚止まりか。これはもうちょっともう出ないでしょう、シークレットはさすがに。はい、いきます。はい、泣いても笑ってもドン。おお、かぶってない。おし、いいぞ。はい、トゲくんが出ましたね。トゲくん出ましたよ、犬巻トゲ。はい、ね、呪術廻戦ゼロでね、すごい、結構いっぱい出てくるんで、
あの1期2期はあんまりね出てこないんですけどね、なんかなんでおにぎりのねおにぎりの名前しか言ってないやつが出てくるみたいな感じなんですけどね、なんかねまあちょろっと語られるんですけど、1期2期じゃあんまりそんなに存在感ちょっと大きくないんですけどね、ゼロすごい活躍するんでね、あのもうなんか見どころいっぱいありますね、トゲくんのね。だけあのトゲくんが好きな人はぜひゼロを見ていただきたいっていう。はい、都立呪術高専2年生準一級呪術師、呪言師である犬巻家の末裔で呪言の使い手、自分の声に呪力を乗せた言霊を放つということで、乙骨くんがねすごく認めてる、もうこの人のね呪言でねもうあーすげーってなってましたからね、相当すごい使い手なんですよね。はい、犬巻トゲくん出ました。よっしゃ、いいよ、かぶってない、あ粘ってる粘ってる、6個の時点で、はい、まあでももう運命はもうそのかぶってなければコンプリートなんですけど、1枚もかぶりが許されない状況なんで、もうかなり厳しい戦いではあります。はい、五条悟に勝つくらい厳しい戦いではあります。せーのドン、はい、もうかぶりました、はい、コンプリートなくなりました、はい、かぶっちゃいました、はい、しょうがない、そんなね、そりゃあねシークレットと言われるぐらいですから、排出率ねそんなに高くないでしょうから、しょうがない、これは、はい、せめてかぶりがあと、あとこれも含めて 4,5,6,7,8,9,10,11 個か、せめてかぶりが少なくあってほしい、少なくあれ、せーのドン、あーはい、主人公だからね、まあかぶってもいいでしょう、はい、ダドリ君かぶっちゃいました、はい、もうここからはねかぶりとの戦いでしょうね多分ね、はい、次いきますよ、動画も長くなっちゃったからねどんどん上げていかないとね、はい、せーのドン、あー七海健と、はい、かぶりました、はいはい、好きなキャラ、はい、まあほとんど好きなキャラばっかりなんだけど、どんどんかぶっていく、かぶっていく、しょうがない、こればっかりはドン、はい、犬巻トゲくん、はい、かぶりました、お順調に、全然かぶってなかったのにもうねコンプリートできないって分かったあたりからもうめっちゃかぶるようになっちゃいましたね、せーのドン、はいはい、全員巻さんね、さっき出たよね全員巻さんもね、はい、かぶっちゃいました、全員巻さん、はい、かぶっていく、どんどんかぶっていくよ、チョコも積み重なっていく、はいはい、ドン、もうここからは全部かぶりか、ドン、はい、はいはいはい、犬巻トゲ、はい、あーどん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 、あーかぶってってる、もう無理だ、せーのドン、真人、はい、かぶっていく、どんどんかぶっていきます、かぶっていくよ、うーわ、ほんとコンプリートしないって分かったとこから全部かぶってる、もうこっからはもうやばいだろ、ドン、おお、天内理子出ました、俺好きこのキャラ、天内理子、はい、ねえ、ほんともう宿命を背負ってね生まれてきてるよね、そして宿命を背負ってうーんって感じでですね、はい、星漿体と呼ばれる存在、500年に一度呪術界存続のための不死の術式を持つ天元と同化しなければならない宿命を背負うということで、なんかこのキャラの深掘りもうちょっとしたかったんじゃないかなっていうような、ね、感じでしたけどね、ストーリー的にはね、はい、よし、あ、よし、じゃあもうあと4つかな、はい、これも含めて、さあすごい山になりましたけど上げていきます、せーのドン、あーめっちゃかぶるな、トゲくん、犬巻トゲめっちゃかぶってます、はい、めっちゃかぶってる、30分ぐらいになってるかこの動画、ドン、おー、家入翔子さん、これ出てないよね、
家入翔子さん、はい、若い頃の家入翔子さんですね。もう、まあ、重要なキャラクターですよね。あの珍しい術を持ってるんで、はい、都立呪術高専の2年生で五条や下等の同級生、負の負呪力に負の呪力を掛け合わせ正の呪力を生む反転術式の数少ない使い手ということでね、はあ、いいようにねこの術を使うという、はあ、この家入さん重要なキャラクターです。この人もね、ね、下等と、ね、五条のもう同級生ですからね、はあ、まあだから2期の最初の方に結構こう出てきますかね、うん、ちょいちょい出てくるんですけどね、はい、そこまで目立つキャラではないです。よし、はい、あと2個、よし、さあドン、おお、すげえ、ゲトーフェニックス やば、シークレットか、あ、シークレットだ、嬉しい。でもうわ、ゲトーフェニックス出ましたね、やば、なんかルックスやべえ、はい、正義感にあふれた高専時代のゲトーは五条の友人、情熱に見せられセントフェニックスが就校の幽体コラボ、二度とない顔合わせ、二度とないでしょうねすげえ、えげつねえコラボしてるいいわ、こういうのいいですね。よっしゃ、シークレット3枚、よし、まあ、シークレット3枚入れたからよしとしましょう。はい、泣いても笑っても最後、呪術廻戦マン2チョコラストです。テレテテ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 ン、はい、でめっちゃ好きなキャラが最後かぶりまして、フィニッシュとさせていただきますということで、まあこんだけこうあるんですけど、コレクションとしてはね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、20、21、おー、すごくね、21枚コレクションできました。あと3枚でコンプリート。おお、30個買ってあと3枚でコンプリートってことは30個以上買ってんな買ってるよな、すいません、30個以上買ってました。30個じゃねえじゃん、全然かぶってんのがこんだけなんだから、40ぐらい買ってんのか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15個かぶってんな40個近く買ってますね、はい、はい、ということで、はい、今回ね、呪術廻戦マン2チョコ、あ、ちょっとね時期的にはねタイムリーではないんですけど、たまたま安く手に入ったということで、開封しちゃいました。ちょっとおまけ的なものがあったらね、開封していきたいと思います。はい、お菓子こんなに溜まっちゃった。すんごいことになってる。はい、ありがとうございました。